そうなの、長いことやってるんですけど、なかなか覚えられない。若いうちからやってんの。どう思われたとこなんですか。これは長野の新書です。ああ、そうですか。すみませんでも、世のね、これは影ですよね。影にぎらあれですよ、負担がかかんねん。なんていう、若い時からないみたいだった。そのままに小鳥とかね、動物は大好き。一番大変だった年ってどんな年ですか。はい、だから枕元には自殺もありますよ。本が、いろいろな本が、本と本はほとんどネームになったね。